さて前回第107回で、今更聞けない印象派ということで、改めて印象派ってどういうものだったのっていうのをまとめてまいりました。で、この番組そんない美術の時間では、まあ、印象派を代表する画家というのは何人かピックアップしてきました。まあ、私は60回からやっているんですけど、60回以降から数えても66回のエドワール・マネとか、72回モネ、81回スーラ、まあ、スーラはねポスト印象派の人なんですけど、まあ、印象派って言われてる人より少しね、後の時代の人物になってきますっていう人を、ピックアップしてきました。こんな風にね、この19世紀の後半っていうのはもういろんな画家が大ブレイクしたっていうタイミングだったんですね。まあこの印象派に限らず、ラファエル前派の話も、この番組でしたことはあると思うんですけど、ラファエル前派っていう、派閥も19世紀後半のムーブメントでした。で、まあもう取り上げてもキリがないぐらいいろんな人がいるんですけど、その中で今回はゴッホについてピックアップしていきます。ゴッホといえばね、まあ、ひまわりをね、日本人がバブルの時代に買ったりとか、あとは石ガシェの肖像とかね、日本人が買ったゴッホの絵っていうのは何点かあったと思います。もう何十億何百億で取引されるような、絵画作品になってるのがゴッホです。でまたゴッホ自身もね、日本絵画すごい好きだったので、日本の浮世絵をオマージュした作品というのも何点か、制作をしているのでね、すごく日本人に近い、親近感が湧くような、画家になるんじゃないかなと思っています。そんなゴッホですけれども、まあ実はね、生前の頃はほとんど絵が売れなかったよっていうのは、もしかしたら聞いたことあるかもしれません。ところでですね、皆さんゴッホってどんなイメージありますか？なんか私はもうゴッホって聞いた時、あるいはひまわりって聞いた時に、なんだろう、すごい黄色が強いので、もうすごい、なんか陽気な人なのかなって最初思ったりしたんですよね。小学校3年生の時に初めてひまわりを見たのかな。その時に本当に真っ黄色の画面で、なんか元気が出るような、で躍動感のあるような筆のタッチだったので、なんかすごいね、なんかピエロみたいな、すごいなんか楽しませてくれるような人なのかなと思いましたけれども、小学校の時は。でもゴッホを知れば知るほど、もう狂気の天才と呼ばれるぐらいですから、もう数奇な人生を歩んでいるんですね。でこの人37年間しか生きていなかったんですけど、この激動の37年間、今回は、さらっとご紹介していきたいなと思います。さてこのファン・ゴッホですけれども、1853年オランダ南部の村に生まれます。1853年というと、まあ、印象派を代表する画家で、私はねモネの生年月日をすごい覚えやすいなと思って、モネ基準で基本的に考えているんですけど、モネっていうのは1840年生まれなんですね。なので、乗りに乗った60代の頃っていうのはちょうど1900年の時代でして、でそこのモネから考えると13歳年下ですね、ゴッホは。1853年でオランダ南部の村です。で、お父さんが牧師さんで、おじさんが美術商をやっています。このね、牧師さんの息子だよっていうところと、美術商おじさんやってるよっていうところはかなり、今後のゴッホのキーポイントになってくるかなと思います。で、ゴッホには弟もいるんですけど、弟のテオ、このねゴッホとテオの兄弟愛というのも多く語られるポイントになるんじゃないかなと思います。というのも、テオがね、グーピル商会っていうね、あの美術商に働くようになるんですけど、まあ、ゴッホも働いている時期はあったんですけど、このテオがねよく働いていて、ですごいね、あの お兄さんを支援するような形で、ゴッホを支えているっていう、そういう図になってまいります。で、
ゴッホは16歳の頃にこのグルピル商会というところで4年近く働いていました。まあ、おじさんの紹介で美術商で働くんですけれども、なかなかこれがうまくいかないんですね。でゴッホのうまくいかないポイントは大体対人関係です。ほうほうほう、まあなんか社交的でないのかな、うまく折り合いがつけられないみたいなんですよね。でまあそれはね、一つにはおじさんとちょっとうまくいかなかったっていうところがあったみたいです。というのもゴッホっていうのはプロテスタントをすごく信じていた人だったんですね。でプロテスタントっていうのは例えばカトリック教と違ってすごいね厳しい教えだったんですって。ですごく質素倹約な、宗教であるので、この美術賞ですごい高額で絵を売るっていうことがなんかゴッホ的にはあんまり許せなかったみたいなんですね。なのでおじさんとめちゃめちゃ揉めたそうです。でこの美術の世界っていうのはまあもともとね貴族とか、教会に対して商売をしていたので、この19世紀後半っていうのもすごく高額で取引されるような、今でもそうですよね、高額で取引されるような世界であることがすごく許せなかったみたいです。それでおじさんとうまくいかないと。であとは、女性関係もあんまりうまくいかなかったのがゴッホみたいなんですよね。なんか私ゴッホに女性の影があんまりないなと思っていたので、あんまりそういう、色恋沙汰に興味ないのかなこの人はって思っていたんですが、うまくいかなかっただけみたいですね。例えば片思いをこじらせてなんか精神崩壊をしてしまったりだとか、未亡人の人にプロポーズして失敗をしてしまったりだとか、あとはアルコール依存症の、売春婦の人に、すごいアプローチをしていて結局うまくいかないとか、なんかうまくいかないことがいっぱいあるんですね。ほうほうそうなのかと。でなんかそうやってね、人とこうなんかうまく折り合いをつけるっていうのがあんまり得意じゃない人だったみたいなんですね。まあでもそういう人いますよね。私もね、なんか我が強くなっちゃった時になんか誰かとパチパチしてしまったりだとか、あとはなんかね、色恋沙汰にね対して別に全て順風満帆だったわけではないですし、あるよな。でもなんか、ゴッホらしいといえばゴッホらしいのかなというふうに思いました。でなんですけど、鑑識眼、まあ、美術とか文学に対するそういう目利きっていうのはすごくゴッホは、まあ、評価されていたみたいなんですね。でこれがね後に現れてくるんですけれども、まあ、そういうねこう能力はあるんだけど人とのコミュニケーションがうまくいかなかったよっていうのがこの16歳の頃、16歳から20歳までの頃の、ゴッホだったみたいです。で20代になってから、このグーピル商会は解雇されてしまうんですね。まあいろいろな関係がありまして対人関係もうまくいかないし、あとはロンドンに一回転勤になっちゃってちょっと寂しかったみたいなのかなっていう、すごい孤独な時を送っていたので、結局まあこの美術賞というのは、辞めてしまいます。で20歳になって牧師さんになりたい、聖職者になりたいっていう風になっていったみたいなんですね。まあもともとねプロテスタントすごい信じていましたし、お父さんも牧師さんですので、まあそこでそういう系譜がありながら、ゴッホは20歳の頃に牧師さんを目指します。もうねまだね画家になりたいって思ってないんですよ。これがね他の画家私何人かピックアップしましたけど、かなり珍しい人なんじゃないかなと思います。歴史に残るような画家ってだいたい10歳ぐらいにあなた絵うまいねって言われるようなタイミングがあるんですね。でまあ、その辺からだんだんこう美術の勉強をしていく。でもう20代ぐらいになったら、だいぶ絵を描いているっていう状態の人はほとんどだったんですけど、このゴッホは20代になってもまだ画家を目指そうとすら思っていないという感じでございます。まあね現代においたらね全然そんな、年齢のことを言わなくていいと思うんですけど、この時代、特に19世紀とかそれ以前の画家っていうのはそういう傾向がありますよっていうことですね。でまあ見習いから始めるんですけど、で学校のね受験勉強っていうのが なかなかできなくって、ですごい勉強しなくっちゃね牧師さんになれなかったんですけど、もう途中でこう投げ出してしまって、でも学校に行かなくてもやれることあるって言って25歳で、ベルギーのねすごい貧しい町に行って、炭鉱
町に行って、信徒説教師として働くようになります。もうまだ全然絵描いてないんですよ、25歳になっても。でそこで、まあね、神様の教えを解いていくっていう仕事をずっとしていくんですけど、なかなかねそれもうまくいかなくなるんですよね。まあ、なんでかっていうと、あまりにも貧しい町だから、すごいねこう農民の人たちに共感をしてしまって、もう自分の財産をねこう渡しちゃうとか、すごい粗末な、小屋に寝泊まりをしてしまうとかっていう、すごい常軌を逸したような振る舞いをしてしまっていたんですね。まあそれもゴッホらしいというか、まあ後のね、ゴッホの作品にもすごい農民にフォーカスしたような、こんなにも貧しい人たちがいる、すごい寄り添うような絵をいっぱい描いていくんですけど、まあその辺がね、画家としては後々に残っていくんですけど、まあこの、説教師として働くにはなかなか受け入れてもらえなかったみたいなんですね。でこれは2年で辞めてしまいます。そして27歳でようやくゴッホは画家を目指すことになるんですね。27歳から絵を描き始めるっていうのはもうね、かなりね、この時代ではですよ、もう現在はまあ全然違うでしょうけれども、この時代においてはかなり遅かったと思います。でこのあと37歳で、自ら自殺をしてしまうんですが、絵を描いた時期っていうのは本当にこの10年、まあ、特に強かったのはこの7年の間だけだったんですね。30になって、パリに行って、でパリの、第8回印象派展を見て衝撃を受けて、そこからめちゃめちゃ描くようになった。そこの7年に、ゴッホ、画家としてのゴッホの人生がギュッと詰まっている。これがね、ゴッホのねすごい魅力的なところなんじゃないかなというふうに思います。で最初は、ゴッホというのは27歳で画家を目指して一生懸命描いていた時期っていうのはかなり暗い画面を描いていたんですね。まあ、ジャガイモを食べる人たちっていうのが代表になってくるのかな、この時代っていうのは。で、まあ、そこですごい暗い絵を描いていくんですけど、第8回印象派展で衝撃を受けるんですよ。もう影しか描いていなかったゴッホが、もう印象派のもう光を浴びたようなキラキラした絵をもう目の当たりにするでしょ。もうオランダにいた、オランダの田舎町にいた、で、この頃はベルギーのすごい貧しい町にいたゴッホが、花の都パリに行って、キラキラしたきらびやかな印象派展の作品を目の当たりにする。でそれで衝撃を受けて、で自分で画風を変えていくんですよ、ガラッと。でその頃には弟のテオも美術賞で働くようになっているので、まあ、そこでね、あの日本画を見たい、浮世絵を見たいって弟に言って、で浮世絵を見せてもらって、浮世絵の写しを自分で作品として描く、でそれを出すっていうね、そういう画家人生を送っていきました。でタンギーじいさんの肖像とかっていうのも、まあ、肖像がね描いたりとかしているんですけど、ゴッホはその背景にねずらーっと浮世絵を描いたりとかね、本当に日本の絵画っていうのを、目の当たりにして衝撃を受けましたし、印象派すごいっていう風にね、こんなに光を与えられるんだっていうようなところが、このゴッホの、作品にすごく影響をしてきました。でその後にね、アルルっていうね南の町に行くんですけど、そこのアルルでもね、黄色い家を借りて、もうアルルの時代のすごいね、ゴッホがゴッホらしい絵を描いていくっていう時代もすごく面白いんですよね。その頃に出てきたのが、まあ、ひまわりですね。現存するひまわりは6点か、まあ、ひまわり自体は20点ぐらいゴッホは制作しているんですけど、花瓶に入ったひまわりは7点で、1個燃えちゃったから6点かなっていうのがね、もうゴッホの人生の最初なんですね。でまとめると、もうゴッホは、牧師さんの息子として生まれて、で最初はね、美術賞グーピル商会っていうところで働いていくんですけど、なかなか対人関係でうまくいかなくて辞めてしまう。で牧師さんになるけれども、それもなかなかうまくいかなくて辞める。でようやく画家になるって言って、躍起になってを描いていった。だけれども、その頃はすごい暗い絵を描いていた。まあ、牧師さんの時代にすごい貧しい人たち、農民を見てきたから、それに共感するような、苦しみを共感
反するような絵をずっと描いてきたんだけれども、パリに上京していった時にすごいきらびやかな作品を見て自分の作品がどんどん発展していく、もうねゴッホ、ザ・ゴッホっていうような、もう、なんかきらびやかな、もう黄色一色のような作品にどんどん、進化をしていくっていうのがゴッホの、ダイジェストでございました。これが一つ目ですね。そして二つ目が星月夜、代表作ピックアップでご紹介していきます。で、星月夜というのは1889年の作品で、1890年にゴッホが亡くなってしまうので、まあほとんど晩年の作品と言っていいのではないでしょうか。これもね、私すごい好きな作品なんですよ。画面のね、下半分ないくらいかなに、街並みが書いてあって、で、ほとんど画面のほとんどは空です。で、空にすごいね、大きめの星なんですけど、星がバンバンバンってあって、月もパンって置いてあるんですね。それがね、すごく綺麗なんですよね。で、ただ単に美しいだけじゃなくて、雲がすごいうねるように、空がうねるように描かれているんですね。で、なんかそこの部分にも、ただ綺麗だね、素敵だねっていうだけじゃなくって、なんだろう、ゴッホの狂気的な、もうずっと絵に探求していった姿っていうのが見えてくるなと思いますし、あとはまあゴッホね、ちょっとメンタル的にも、あんまりいい時期ではなかったので、もうね、悩んでもうあがいたっていうような奇跡が残っている、この星月は私は大好きでございます。もう何度見ても飽きないし、このうねるような雲とか空の中にどんどん埋もれてしまうような、錯覚を感じさせるような、そういうね、狂気的な作品になっています。で、この頃のゴッホっていうのはどういう時代だったかっていうと、まあアルルに行った後にちょっとね、あの耳切り事件とかもありまして、精神病院に入院してしまうんですね。で、まあメンタル的にもちょっと大変だった時期だったということで、その精神病院に行く前の、まあ、夜景を描いたような星降る夜とかと比べると、まあ、かなりね、画面がうねっているっていうのが特徴になるかなと思います。アルルでね、最初は印象派みたいにね、印象派先輩みたいにね、なんかいろんな画家を集めて、なんか一つのね、ムーブメント作りたいって言って黄色い家を借りて、で、いろんな画家来ないかなっつってワクワクしながら描いていたんですけど、結局来たのはゴーギャンだけだったと。で、ゴーギャンっていう画家がいるんですけどね。で、ゴーギャンも結局折り合いがつかずに、まあなかなかね、ゴッホ対人関係うまくいかないんですよ。で、まあちょっと喧嘩をしちゃってね、で、最終的に耳切り事件になってしまうんですけど、自分の耳を切っちゃうんですよ、ゴッホが。なんかこう暴れまくってね、なんかゴーギャンと喧嘩して、で、それで精神病院に行ってしまうんですね。で、そこでかなりね、まあ落ち込んだと思います。かなりメンタルも疲弊したと思います。で、この精神病院行ってからもずっと絵を描き続けるんですけど、まあメンタルが安定しない時は全然筆が取れなかったみたいですし、で、安定した時にもうずっと絵を描いていると、もう打ち込むように描いているというような、晩年だったみたいなんですね。で、最終的に、まあ、ゴッホは自殺をしてしまうんですけど、37歳っていうすごい若い時期にね。で、そこのすごい葛藤があったんだと思います。それがね、この星月夜っていうのに、あんまり暗いイメージもなく、だけどすごい葛藤しているなっていうの表情が伝わる、作品になっている。だからゴッホってね、めちゃめちゃ綺麗なんですよ、もう、パリに来てからの作品っていうのは。なんですけど、絶対に綺麗じゃ終われない、もうすごいエネルギッシュな作品の展開になってくるので、まあこのね、星月夜を通してぜひゴッホが何考えていたのかなとか、あなたはどうやって感じるのかな、この星月夜っていうのをね、ぜひ楽しみながら鑑賞していただけると嬉しいです。
印象派っていうのはこの時代もう光をすごい追い求めて光に取りつかれてそれで表現していったのが印象派でした。でこのポスト印象派であるゴッホはその光に取りつかれてもうすごいきらびやかな作品を目の当たりにして自分の画風を変えていくんですけど、そのもともと持っていたこのゴッホ独自の闇とか暗い部分影の部分っていうのがどこかに残っているような、そんな光と影のコントラストを見せてくれるゴッホの作品、そしてこの星月夜はよりただの光だけよりより輝いて見えるかもしれません。はい、ありがとうございました。今回はですね2020年7月30日配信第108回ゴッホと女と祖父と弟というネットラジオから抜粋してきました。フィンセント・ファン・ゴッホですね。ありがとうございます。冒頭の方でちょっとジョルジュ・スーラという画家について話を取り上げたんですけど、そのジョルジュ・スーラのことをポスト印象派って説明していたんですが、正確にはスーラは新印象派です。今回紹介したゴッホがポスト印象派で、そこがちょっと違うので、修正をします。すいませんでした。で今回、こちら、ペンブックス印象派、これですね、ペンブックス印象派を、参考としてやりました。これがですね、サイン本なんですよね。サイン本です。中田敦彦さんのサイン本です。今 YouTube 大学とかをやられているね。でこれ実際授業で実際の YouTube 大学の配信で、勉強として使ったやつなので、これがね線が入ってるんですよね、こうやって。で、これと別でもう一冊自分でも買いまして、でこれに、自分の痕跡本と自分の痕跡とあと中田さんのメモをこういうガッチングさせてこっちで基本勉強するみたいな感じでしたね。2冊読ませていただきました。ありがとうございます。いやゴッホは楽しいですね。やっぱ今回ご紹介した星月夜もめちゃめちゃ好きですし、アルルの羽橋とかもねすごく綺麗で楽しいですね。夜のカフェテラスとか行きたいしね、行きたいんだよな。でもう本当にあれを見てパリ憧れたなっていうのが私の学生時代の思い出でした。さあまた次回もよろしくお願いします。よろしければねチャンネル登録していただけると嬉しいです。それでは。